日本の文化やね、はい、ちゃんと掃除してそこを出ていくとかさ、はい、立つ鳥りあとを濁さずとかさこの遠慮は美徳的な日本の文化が世界をしっかりと納得させたのね<え>サッカー,いやー森保ジャパン、はい、まずサポーターそして選手たちの試合に挑む以前のその姿勢とかも、はい、すごくクローズアップされたいやそうですよねな<あ>え戦いだけじゃない、うん、そういう部分も。 十分新しい景色見させてくれたんちゃう間違いないです。俺そうう思でいや、もう感動しましたよ。日本中が盛り上がりました。なあ、あのキーパーの権田選手、かっこええなあ。ですなあ。あれ、PK で一本止めるだけでもすごいやろ。いや、PK の独特の緊張感とかプレッシャーとか、あれ、ものすごいと思うんですよ。あれな、僕、元ピッチャーでしょ。こう見えて、それは知ってますよ。サーーーブフリスロ ペナルティキックすごもうだから卓球のサーブ、はい、セットポイントでさサーブできるいやそのプレッシャーの中で平常心でできるかどうかそうやろ、ええ、テニスで相手のファイナルポイントのかかってる時に<ー>こっちサーブ一回フォールとかましたら次打てるかいや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 だからその 極限の状態でプレッシャーの中で打てるようにやっぱりそのプロの方も練習日々するっていうことになるんですか無我夢中でねはあ<ー>。その境地極めたところにアスリートトップアスリートがいるってことうわ伸びしろですねいや <laughs> 本田圭佑さんもいろんなとこで独特の解説してましたね<笑><笑>えいつの間に本田圭佑さんのレパートリーも、えー、いやあの14番うざいですね なんや、ちょろちょろ出てきて、うざいねえ。えいや、結構クオリティ高いですね。これも。ですね。いやいやいや。このスタジオ、キヨキヨシー、空気が流れてますね。<laughs> これも相当練習された感じありますね。まずは眼差しから入りますね。<laughs> まばたき少ないですね。先月からスタートしたこの岩本さんの冠番組ですけど、うんうん、先月もあのかなりの反響があって、うん、特にあの岩本さんのモノマネのクオリティがすごいって。うん、えー、えー、誰のモノマネしたっけ？加計夫さんのモノマネ。マツイくんの目ね。役ですね。どういうこと？加計夫さん来るのかなと思ったら、うん、本田さんで来るとは。そうですね。<laughs> あの重要万歳ですね。いや,いやいや、それはまま、ね。はもうちょっとエアコンで喉やられて、調子悪いぐらい。喉やられた。そうやで。俺ハトのモノマネの方がうまい。ハトですか。うん、上向いてみ、目つぶってみ。<laughs> 普通にこれ。これだけですか。いや、普通にふえふいただけやけどな。これだけ。うん。俺おならのマネもうまいで。おならのまね。目つぶってみ。<laughs> <laughs> こういうことよ。 どういうことなのかよくわかんないんですけどだから耳を澄ませば何事も頭で描くことはそれぞれ聞いてる方の自由だということですあそこにつながっていくわけですね、うん、もしかしたら金山くんの声もさ<え>今お客さん待ちしてるタクシーのドライバーさんが「はい、うわ金山くんはビーズに似てんな」言うて「ービーズどっち?」。ビーズです洗剤は ビーズ <laughs> 一緒まああのアーティストのビーズもどっちでもまあいいとおっしゃってるんですよねそうやっていろんな人が頭で自由に描いてくれるのはこのラジオの醍醐味やの。ラジオの良さっていうところになりますからね山本さんあのー、そろそろ番組コールお願いしたいんですが、うん、よろしいですかはい。えー、岩本勤のレディオマイドだー改めましてマイドどうも愉快厄介時に爽快岩本勤でございます そして皆さんこんばんは m b スアナウンサーの金山泉ですこんばんは川谷真子ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますお久しぶりーふだねお久しぶりーふです元気だった久しぶりこの感じ元気でしたオレンジのカーディガン似合うな鮮やかですね黒のパーカー似合ってますお気に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 なんかさっきから本当とちびまる子ちゃんみたいな鼻水たらーって出るけど大丈ティッシュが目の前にあってこれどうしたんですかちょっとさっき実家に寄ってたんですけど猫2匹飼ってて。 猫アレルギーちょっと出てしまうなんで飼ってるの？猫アレルギー。猫アレルギーでなんで飼ってんの？誰が飼ってあるの？あの両親が飼ってるんですけど、たまになんかちょっと寝不足やったりしたら、なんか来るんですよね。普段別にそんなアレルギー出たりもせん全然もちっとも出ないのに、ちょっとなんかきっかけで出ちゃうんですよ。ほんだらさ、猫を飼ってるあなたに聞きますけども、ね、うちの八尾の実家自宅に猫が出没すんねん。 出没して、お母さんが丁寧に丁寧に、あの、もう耕してるぐらいの花壇。うんちすんね。あ野良猫ってことですか。そう。うちは猫飼ってないんやけど。はいはい。うん。で、そこで、お母さんがいつも手入れしたら、見に行ったら結構されてて。いや。それまず除去。うん。ね。で、新しいバ培養土を買ってきて。はい。が、まく。はい。で、今植わっている。その木々たちが成長してほしいやんん。ね。 でまあまあもしかしたら栄養になるかもしれんけども何食べてるかわからんやん <laughs> 確かにうんなんか結構化学物質含んでるようなものを、うん、まあ誰かが餌として与えてると、はい、こう木々にいい肥料にはならないと言われてるのねあ<ー>その自然の木々たちは耐えれなくてみんな枯れていくんだ、うん、あへえあーそうですかそ,れそで自然なものばかり口にしているとその便はあの木々たちの栄養になんねんああ<ー>そうそやで それで聞きたいねんけど猫ちゃんたち僕はね追い払いたくはないのよ別にあっち行けとかやっつきたくもない共存はしゃあなあかんけどそこでしないようにするためにはお宅たちのちょっとあの散歩道でどうにかそれ達してくれるかっていうような方法ないのそういう方法を知りたい知りたい一応いろいろ調べたしホームセンターでもめちゃめちゃ聞いてホームセンターではどういう答えがだからら猫ね何言うたほな 猫が嫌が嫌る匂いってあねスプレーだから結構メントールの匂いが嫌やねんて、はいうん、わさびとかツルンとくるけそれを顆粒が売ってんねんは<ー><ー>それを猫の通り道にこうまいたら、はい、猫ちゃんはあここ自分の散歩道じゃないわと判断してくれるということやほんでその培養土入れ替えてその上になちょっと大きめの砂利を巻くねん音鳴<ー>るやつだから言うたらあの防犯用の砂利ってあるやん はいうん、あれをねパーっとほんであれ今あのすごくよくできててもともと植わっている、はい、あの草木には何も影響なく水通しもいいしで土をそんな腐らさないっていうもうその全部調べてそれ買って綺麗にしたのよ、はい、ほんだらまたもう一個だけあって、はい、やっぱりそこに来たかったんやのうねちょっとだけその砂利をよけて一個だけうんちがあったのよ。あ それまた取り除いて、はい、でまた上、培養土とかやり直して、下流をやり直して、そこまでやってんねん。今んとこまだあの大 三パは来てないな。第なるほど。まあ徐々に効果はまあ出始めているっていう。出てんのかな。どうなる。いい方法あったら誰か教えてほしいな。これラジオお聞きの方で。こ川谷さんはでも猫ずっと飼ってたわけですよね。でもなんか可愛いんですけど、やっぱちょっと迷惑な時もたまにあるんですよね。うちの猫。住んでる満開やからね。猫ちゃんはね。あのちょっと前家族旅行に行ったんですけれども、朝四時ぐらいに知らない番号から電話かかってきてて、猫からかってきた。違う。家族全員電話かかってるんで なんじゃこの番号って思ったらうちあのセコム入れてたんですけど<う>そっから電話やって、えー、で猫ちゃんが多分なんかそのセンサーみたいなところに奥の方に入ってしまって、えー、セコム出動してでも家に誰もいないから<ー>入ってでその猫ちゃんを追いやるのに23時間かかりましたっていう電話やったんですけど、えー、まあ猫ちゃんね可愛い,いんですけどそういうちょっとね。 でこの間ね自分の部屋からパッて見たら駐車場の僕の車の横でな日当たり良かったんやめっちゃ伸びしてひなたぼっこしてしてますよねあのーうん、ボンネットの上とかよくなんかうちの花壇とか駐車場周りが居心地がえらしいで<ー>でもごめんうんちするんやったらかりうま、ん、かしてもらうでとうんメントールのね いい共存するにはみたいな。そうですね。共に気持ちよく過ごすためにはどうするべきか。なるほど。川谷さんが猫アレルギーというところからこんな話になりましたけれども。めっちゃ鼻垂れてるで大丈夫？抑えてるつもりなんですけど。今日は猫アレルギーで、そして岩本さんがちょっと喉が痛いという。喉は。え。季節の変わり目ちょっとやられんねん。ああ。それはえホテルでこうエアコンとか。そうそう。あのヒーターまあエアコンで暖房つけるやん。はい。 だそれがパーンと入った時にはちょっと年に1回こうやって喉がねチリチリってやってくる時があるねああ、はい、でそれとタイミングがいいのか悪いのかちょっと埼玉県のね税務大学校っていうところで講演やらせてもらって、はいえー、税務大学校、うん、これ税金の何かこう教える聞こえは大学でしょ、はい、でも行ってそこの人といろいろ挨拶させてもらうともう税務に関する公務員的な就職を済ました人が、はい そこで研修を受けている、まあ、いるるわゆる学校なんだ,あ<ー>だからもう就職済みの、えーはい、例えば税理士さんなのか<ー>国の機関に行くのか<ー>税務署で働くのか、うん、分からんけどもそういう研修をしてる人たちがいて、はい、すごい立派な行動であの斜めになってるやつあるやん、はい、あの学生さんたちがバーっと上の方までつながってるあれの下で喋ったわ。お<ー> 税,税についてですかそれが違う、ねうん、税について勉強してる人なんだけどあのその若者たちが改めて目標を持ってこの社会と戦うにはほんで僕自身野球に携わってでいろんな人の言葉やいろんな指導でいろんなことを感じて今51歳でも野球解説したりでこうやってサイドメニューの番組もいただいたりとか、うん、人に何か発信する仕事をやらせてもらってるでしょ。うん、で自分の目標とは 目標を歩むとは歩みを強めるとは挫折したときに何があったのかとか人の言葉の影響はどうやって自分に影響を与えてくれたのかとかそういうのを喋ったわけ熱くそこはもうせやで俺言うときけと講演しながら自分で泣くからねあ<ー>えー、あそうをちょっと待っなんで笑ってんの <laughs> いや講演する人が自分で泣くってでもやっぱ熱くなりすぎて<何>感情の起伏で涙流して何が悪い <laughs> 前回言ったよね <laughs> 俺自分でギター弾いて歌ってたら泣くってだから思いがあふれるみたいなそう<ー>でもラグビーの山,あの山口義晴さんの次ぐらいに僕は涙もろいんですよあ<ー>知らんのにおお言うねん <laughs> おおってっ上見ながら言いました <laughs> でもそれぐらいまあ熱い、えー、岩本さんだから聴いている方々も本当にもらい泣きっていう方々もねまあそれはね、えー、もう見ててね 照れくさいちょうどね二十歳過ぎぐらいの若い人たちだったんで10代の人もいました人前で涙を見せることがまだ恥ずかしいわ僕ら今50過ぎたらさ半熟ドラマ見て人目もう全然関係なくボロボロ泣いたりすんね飛行機の中でもほんだら CA さんが「大丈夫ですか?」って来てくれんね言うたらそれ待そちよいいやいやそうじゃないけどねそうやってねいろいろこっちたえてる時にその時のことを思い出すと涙が出てくるねど あ、そうなんですね。人ってさ、うん、真心に触れた瞬間涙が溢れてるやろ。その真心を皆さん感じてみませんか？感じた時に心の引き出しにしっかりとそれを収めませんか？ということを促して講演するな。うんせやろ、なるほどな<ん>。もう1年この2022年も残り2週間切ってます。けれども。うんはい、もう岩本さんもこの年末年始。まあ、そういった講演のお仕事だったり。うん、それからこういうラジオであったり。うん、まあ、いろんなメディアにも出演されて、うん、もう仕事で。 あるよ発信できるものはコロナ禍の影響で覚えたのはネット配信やねうんそれをあのんていうのいろんなテレビ局がさそれを有料化してそこにチケットを購入してその配信を見るとかそういうのまでちゃんとできるようになったやんインターネット回線を利用してほらもう「兄弟チャンネル」の HBC さんで岩本勉のクリスマストークショーやっともな去年も今日何言っちゃった え、今日は、えー、十二月十八日です。十八日、何曜日、はい、え、日曜日です。日曜日、はい。今日の夜や。お<っ>あ、言うたら、丸かぶりや。はあ。おそらく、今、大体何時。今、大体、え、六時十五分ぐらいですかね。ね喋り始めたぐらいや。<laughs> <laughs> 超リハーサルぐらいか。 今じゃあトークショーちょうどやっているそうそうそう HBC のカ上アナウンサーとちょうどやっとるぐらいあれ毎年歌を歌ってますよねなんか結構衣装なんかも凝ってますもんね去年はゴールドマンやいうてゴールドタイツ全身ゴールドのあの何もじゃもじゃのアフロヘアサングラスして歌ったですよね今年はもうめっちゃおもろいでああ 今もすでに喋っとるけど今年も、えー、会場に来るお客さんもいたりあのその HBC の配信はスタジオで、はい、あスタジオで見たらここのスタジオみたいなところでなるほど配信だけですかじゃあそ<う>配信チケットを買っていただいて皆さん見るというあなるほどなるほどでもしっかりスタジオのでかいカメラ2画目パン押さえてくれて、ね、うああ少数せえよ いやじゃあ18日まあ今日の夜は今そのトークショーを行っているとやってる今もう大盛況のはずや盛り上がってる最中ということですねほんで24回だな何24回だな何クリスマスイブですけどイブやろはい何してあんの土曜日ですよね今年ね何しようかなってちょっと悩んでるところ特に予定ないんですまあそこは旦那さんとご主人と一緒に家でなんかサンタの何旦那のことまあまあまあ <laughs> 本当に愛し合ってるんですかお互,お互いプレゼント交換みたいなことって、まあ、しないですねでもまだだって新婚そうなんですちょうど2年前のクリスマスイブにプロポーズしてもらったんですけど<ー>なんか確かに「いい日やんな」みたいな<ー> <laughs> クリスマスイブにえちょっと覚えてる範囲で教えてよえっ <laughs> なんかまあステーキ食べに行ったんですけどもそのデザートの時にデザートのお皿の中に指輪。 のなんか箱みたいなのがあったみたいなデザートの中に指輪の箱デザートのお皿の真ん中に指輪の箱があったっていうプリンの中に入ってるとかじゃなくてなるほどこのデザート中に何が入ってるのかなと思いながらちょっとこう開けたら実は指輪だったっていうよくケーキに入れててそのもの飲み込まれた事件いっぱいあるやん大変ですよそれしたらそこはなかったそれでパッと指輪があってなんて言われた あ、まあまあ、結婚してくださいって本当ベタなベタな。いいよ。いいですね。なんて答えた。はいみたいな。な、向こう泣いてます。何はい。って男が一世一代の。めちゃくちゃ勇気いったと思うよ。確かに。で、な。終わってから店員さんに、グーってしてました。店員さんに。やっぱりここ。ありがとうねと。ありがとうねみたいな。あ、オッケーもらったよと。え、でも、何。もう、十着。 オッケー出すんやろなんとなく匂ってたいや全然そんな感じじゃなくて、びっくりはしましたけどほぉー2年後2年後24日どんなにすのまあまあまあっどっか旅行行くとかそういうこともなく年末年始に向こうの実家がちょっと石川県の能登なんでそっちいっぱい帰るんで まあちょっとクリスマスイブとかクリスマスはおとなしくしてようかなみたいな特に面白い予定もないんですまだまだコロナ禍の影響あけてへんしなそうですねまあいろいろと皆さんその二十四日何今進めようとしてるの今本さんのこと忘れてました今なんかも描きすぎてたやろ次に行こうとしちゃいました今真子さんのなんかそのいろんなことを描きすぎてたでしょええ いや、いいなと思いながら。ね、あ、じゃ、あ金山君聞こ。二十四、二十五。土日ですよね。ねえー、二十四は仕事なんですけど、二十五は、うんえー。もう普通に家族で、えー、子供と、まあ、妻と、えー、まあ、ケーキ買って、うんえー。で、おそらくサンタさんが来てくれるんで。<ー>えー、クリスマスって、えー、プレゼント。こういうのいいサンタさん来てくれるんや。<laughs> 「ワーガンママ<タッ>に!」って言ってね<タッ>ビギーズは多分歌わないと思うんですけどクリスマスプレゼントこの前あの娘も、えー、サンタさんにお願いしてたんで、うんえー、おそらくサンタさん来てくれると思うんで「プレゼントペット」っていうご存知ですか?えー「プレゼントペット」って言ってあの箱の中にバー,、うん、バーチャルじゃないんですけど、うん、箱の中にあのぬいぐるみのワンちゃん が入ってるるんですすけど反応するやつそれを上になんか紐があってその箱の上に紐があって紐を引っ張るといきなりそのぬいぐるみのワンちゃんが動き出して自分で箱を破って出てくるっていうお<ー>そういうぬいぐるみがあるんですよ、うん、その後はどうなのその,ぬいぐるみその後は普通に、あのー、触ったりすると動く、まあ、ぬいぐるみなんですけど、うん、あのそのぬいぐるみが欲しいっていうふうにこの前お願いしてたんでなので、えー、私がサンタさんに、えー、頼んで。えー 見ようかなという <laughs> こないだすごい可愛い子見た<お>そうですかうん、はい、年の頃は2歳そこそこかね、うん、サンタさんにプレゼント何が欲しいリンゴリンゴ <laughs> いい、ね、可愛くないまだ欲がそんなにない子がリンゴかに、ね、他に柿,柿 かわいいですね <laughs>、うん、それがねあと10年20年もしたら、うんえー、ちょっとこうブランドものが欲しいとか,かな言ってしまうのかどうか分かりませんけども,、ね、もうサンタさんはどんな存在かって分かってるのに <laughs>、ね、分かっているのに<ー>サンタさんエルメスお願いしますと言うんだろ <laughs> どんな存在か分かっているくせに。はい 結構人 <laughs> お願いしますとか言うんろだろう。じゃ、岩ぼぼち言い,言いません。岩本さんも。だから、そういうふうにサンタさんとして、そういうお願いを受けたっていう。ことあるってことですか。それは。めちゃくちゃ大番振る舞いした。<laughs> <laughs> <laughs> よし、俺はサンタになってやろうか、みたいな。<laughs> そんな時もあったわ。<laughs> なあ。その二十四日だ、まあ。はい、確かです。四月二十四日。は コロナ禍の影響が爆発しない限り感染拡大対策をしながら札幌グランドホテルでディナーショーやってんのこれ毎年やってんねんクリスマスイブにコロナ禍の影響でこの2年やってないねんけど3年ぶりに人数もちょっと抑えて感覚も置いてで普段バンド入れててね有志たちの人が集まっておっちゃんバンドで。 じゃ今年も演奏される今年はバンドマンの人入るといつ何時中止になる可能性もあるしトークメインやけどじゃもしそれが開催できることがあれば「岩本ギター一本で頑張るわ」言て「ラブソングをいくでとこれが言うた岩本2ステージや HBC の配信とグランドホテルとテイストもちょっと変えなきゃいかんしなレパートリーも増やさなあかんや絶賛練習中よせやで。 へそりゃ喉もちょいちょいなるわな <laughs> でも山本さんは基本的にあれですかそのビートルズの曲とか、うん、まあ他のアーティストの曲とかをやっぱり演奏されるわけですよね、うん、そうやねコピーでね自分で作るとかはないあこれからでも作って<ー>あの、えー、一緒に作ろうかって言ってくれてる人おんねんしん<ー>のギター数本バーって並べてる、はい、でピアノも置いてるそういう、まあバンドまではいかんけど、はい 多分行ったことあると思うね。行ったことあるかもしれないです。アバンザの横の端っこの生バンド。F G さん。F G さん。あこのマスターがうんミマさん言うて。はい。あれあれ森武さん大好きや。あもうあのうちのアナウンサーとかもみんな言ってますよ。そう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 。そうやそうや馴染みあんねや。であの私もミマさんとライン交換してましてメールアドレスとか存じ上げておりますし。ミマさんがガンちゃんそこまで弾けるんだったら。んでガンちゃんそれだけ勢力あるんだったら。 歌作ろうよって言ってくれてそれを言ってもらってコロナがバーンと広がったんでまだちょっと言ってないんだけど時々ギターでわからんことあったら僕電話して聞いたりするそうなんですかじゃあの山本さんのギターの先生でもある先生先生この間はねあのビッグフミっていうアーティストがいるんですよみんなでかい梅野選手とか中谷選手とか進行があるそう。ね梅野くんが音楽使ってるやんかトラストはい あれファイターズの井口っていうピッチャーもあれであかんねん。いつだって信じてるってあるやん。あれギターでやりたくてコード探してもないねまだいろんなとこ探してもほんで美馬さんに連絡して FG の「これちょっとコードどないかになりませんか?」って「ああ耳で作るわ」耳で作ってくれたんやすごいなそれは。ほんなら専門用語も入っとったら「クリシェ」言うて。 えクリシェ、ダンダンダンって半音ずつ下がるのあんねん、うん<ー>、それこうこうやこうやるんですか、できてんじゃんって褒め上手や、<ー> <laughs> え、今日ギター講座やろうよ、う <laughs> そのギターの話も深くお聞きしたいんですけれども、<ー>ね、そういうねチャレンジとともに一年間ファイターズを応援してくれた、はい、そして岩本を支持していただいてありがとうございますという感謝デーをやるんですよ、二十四日、偶然今回二十四日。 いつも23とか二2 4は避けてたんだけど、はい、カレンダーの都合を見た時にはい、はい、その日が一番いいんじゃないかっていう岩本さんからの皆さんへのクリスマスプレゼントということになるわけですね。とい、えーえーまあそのあたりも北海道の皆さんぜひ楽しみにしていただきたいというところですね。はいさあ今回もこの「岩本さんのレディオマイドナ」このあと7時25分までよろしくお付き合いください。 岩本勤のレディオマイドなこのコーナーに参りましょう。岩本勤のセカパカトピックス。さあ、このコーナーは、最近の岩本さんが気になる野球のトピックスをセパ問わずに語っていただくコーナーでございます。はい、はい。まあ、あの、このオフシーズン、この時期、えー、非常に話題盛りだくさんでございますけれども、はい、めちゃくちゃ気になっていることがあると思う。はい、はい、一つ目、はい、参りましょう。こちらでございます。 初の試み現役ドラフト行われる出場機会に恵まれないプロ野球選手の移籍を活性化させるための制度現役ドラフトが9日初めて実施されました各球団がドラフト対象選手を2人以上リストアップ最大2巡目まで指名が可能で全球団が少なくとも1人は獲得し1人は取られる仕組みとなっていますこれは非公開で行われ移籍する選手のみが終了後に発表 といいう形を取りましたはい、さあこちら,こら、えー、現役ドラフトの結果がですね、うんうん、主なところでは阪神、大川選手が西武へソフトバンクの大竹投手が阪神へオリックス、大下選手がロッテへ巨人、利根投手が広島へ。 その巨人は楽天から奥へ選手を獲得しました。えー、なお二巡目指名は行われなかったということですが。はいはい。えこの制度ですけれども岩本さん、制、ねえー、度について話そうか今日お願いいたします。うん、まあいろんな大人事情があって、えー、その内容については発表するチームもあれば発表せないチームもある。うん、はい。そんな具合かな今は。うん,うんですね。 これはやっていいと思う<ー>、うん、でも皆さんが頭の中で困惑してるのはドラフトといいう言葉を使っているからうん、うん、やっぱあのアマチュアの選手からプロ野球のチームでドラフトピックアップするドラフト会議とやっぱちょっと混同してしてまうでしっ、うんまあ、全く違うことじゃないんだけども今現役として頑張っているその選手がなかなか出場機会に恵まれない選手っているでしょ。はい、はい 例えばかつてのヤクルトスワローズで古田敦也さんが絶対的キャッチャーの存在だったと、はい、年間全ての試合マスク,にかりマスクをかぶり交代、うん、もほとんどしなかった選手、はい、他のキャッチャーどれだけ有能なキャッチャーが入団しても出しろがないもん。であの時に何がすごかったかというと野村監督は古田敦也さんの存在を認めうん。 そのまあ、いわゆる控えのキャッチャーたち、うん、彼らがいるから古田は目いっぱいプレーできるということで、うん、試合に出場しなくても、うん、一軍最低保障の給料の倍ぐらいちゃんとつけてあげたよね<ー>これはすごかったそうだったんですね、うんうん、でも、はい、その選手たちにキャリアの数字は残らないのよ給料は頂い,いてですね。そういうことになりますよね でいろんなチームで育成選手も含めてたくさんの選手を抱えてるチームあるやんかんなそこで試合に出れんってんやっぱり野球選手になった以上は1軍の試合に出ないと<う>っていうところですもんね。もうだってて金山くんも話を追いかけててさ、えー こののの選選手手他のチームやって出れんのになと思う選手いっぱいおるやん、うん、いやーもうタイガースも層が厚いんで、うん、やっぱりファームでも活躍、まあ、一軍で,でしょ、えー、出られない選手当然いますよね、うん、あそこのチームであれ怪我人出たなじゃあタイガースのこの選手バーンってトレードでも行ったらめちゃくちゃ出城あるのにな<ー>活躍するしない別でね出城、うん、は見込めるなってことはあるやん、うん、そういう声が多い、ねはい、でその選手を一人でも輝かすために制度を作り 年に1回活性化を図るために強制的に一人は指名しましょう無理やり活性させてるわけ、うん、漬物のぬかをこう下からガーッとほじくり返すもんよ <laughs>、はい、ずっと下で眠ってても酸っぱなるだけグーッと酸素を入れたってもんでもんで、えーはい、で上からまた漬物にしてグッと押さえてその漬物に味が入っていくわけでしょ、はい、そういう活性化を図ろうという試みよ とということはこれあの選手会からのもともと要望だったというふうにいろいろ記事にもありますけれども選手たちがやっぱりこれを求めていたこういう制度を求めていたということですよね、うんうん、でもそこは慎重になってね、うん、まあ慎重になってっていうのはルールが選手たちの首を絞めることもあるんであ<ー>例えばそれでもそのチームにいたいっていう人もいるかもやんか。そうですよね でだからそ,うもうその土地を離れたくないという人もいるしあ,<ー>ありがた迷惑な選手もいるわけうんでも大半は試合に出場したいはず、はい、というような狭間をどう埋めていくのかということなので今回は完全非公開でしょだから何が動いたのかというのを今後発表の中でうんこういうことかあのチームはこんなニーズがあったのか。う あのチームはここプロテクトしなかったんだとかどんどん明るみになりれで改めてルールが改善されもっっといい仕組みになっていくああの改めてなんですけれども今回の現役ドラフトのやり方ですよね方法をちょっとご紹介させていただきますとえ各球団は対象の2人以上の選手リストを NPB に提出します。このドラフトでは各球団が 獲得希望の選手を議長に伝えますで獲得希望の選手が最も多く集まった球団順に暫定の指名順を決定で同じ数の場合は今年のドラフト会議の任意指名の順番と同様公式戦順位の階級団が優先されますで指名順位1番目の球団 A が希望した球団 B の選手を指名すると次の指名権は球団 B に移ります。 で以降も同様に選手を指名された球団が指名権を獲得していくということになっていきますで。指名権を得る球団がなくなった場合は指名が済んでいない暫定の指名上位の球団に指名権が与えられるとで11番目の指名順となった球団は12番目の球団の選手を自動的に指名する。うんえー、ということで、まあ、魅力ある選手をリストアップできるかどうかが 上位指名を勝ち取る鍵となるということなんですね。うん 非常にあの言葉で説明するとややこしいこの <laughs> なので金山君今ものすごく説明してくれたけど本番は全て割愛でホームページ確認してくださいって可能性がある <laughs> <laughs> ですそれが一番早いんです私今言葉で説明しましたけど非常にややこしいこれは、うん、文字面とともに説明してもらうのは分かりにくいなんかこうイラストがあって、うん、えこうなるんですよって説明した方が本当に分かりやすいんですけれども黒板白板が必要やですね、うん うんえー、でもあの竹田哲也さんも必要。現役<の>ドラフト役で、<laughs> 金八先生が必要。一巡 <laughs> 目と二巡目がうら、えー。それもあのモノマネのレパートリーにあったんですか。<laughs> すいません今日ちょっと喉が折れからあんまり似てないやろ。いやいやいや。でもあの大き <laughs> い切ってやられるのはさすがだなとという、えー、感じがするんですけれども。あ <laughs> のドラフトはいい制度やと思うよ。あ,あのつまり他球団が欲しいと思ういい選手を。 現役ドラフトに出した方が、えー、そのまあ他球団で、えー、いい選手を獲得できる可能性が高まるっていうようなことですよね。うん、強制トレードみたいな感じになる可能性もあるわね。<ー>うん、でまたこれがねタンパリングやないけどももともと示し合わせてるっていうようなことも避けたいし、はい、無理やり枠を1個開けるために40人というプロテクト選手40人枠ね。それも 実際どうかは分からんけども40人枠を開けるために手術したとか怪我してる選手を無理やり育成選手にしてどこぞのチームは育成選手の2億円プレーヤーおるわびっくり返るわ、えー、だからそれがまあまあ抜け穴というかそうルールの端っこでしょ、えー、ですよねほんまにびっくりするよだからそういうのも改善点として挙げられていくんじゃないのでも選手にとってはおおよその選手が伸び悩みとかうんあ 逆に地元に帰りたいとかそういう選手にはいいそういう吉報朗報が待ってる可能性はあるねやっぱり正直な話移籍したいなと心の中で思っている選手っていうのは結構いるっていうところですかと思うよあのぶりっパりのレギュラーがそこにどかんと座ってるチームってあるやんその後続の後輩選手たちは「おいちょっと勘弁してくれよ」みたいな思うかもねそうですか ちなみに岩本さんは移籍したいなと思ったことってあるんですか、うん、僕はなかったあ、ないですか<ー>僕は五年間みっちり二軍にいたんだけど、はい、その間トレードどころか俺よそのチーム行ってもあかんわと思ってたもん<ー>日本ハムやから五年もよう辛抱して見てくれたなと思っている<ー>、えー、これは今はなき大沢圭司さんが、うん、お前のアマチュア時代のピッチング見てたと俺がどないかする言ってクビになりそうになった時に岩本は俺が連れてきたから一年長く見ろって言ってくれたりとか 鶴の一声があったもんそ,うそういうのね後から聞いても燃えるやん,んほんでやんちゃな野球青年が聞く耳を持った瞬間に今までの指導者の言葉も回答されていき<ー>投球とはこういうことかにたどり着き技術が改めて成長していくっていう自分がおんねん<ー>これ講演で有料のトークやで貯金箱置いとおくでこれ500円チャレンジン入れてもらうんで。 いや岩本さんはまあじゃあずっとファイターズで頑張ろうっていう思いで最後僕 FA 権取れて辞めた、はいうん、で FA 権行使するためじゃなくてファイターズで FA 権を取れた選手だという自分に誇りが欲しかった、うん、最後無理やり取らせてもらった、うん、ベンチにい,いから登録だけしてくれて、ま、ヒルマン監督困ってたでヒルマン監督にお願いして、うん、ヒルマン監督と白井ヘッドコーチと球団にも行ったええ 俺こんな選手じゃねえ FA 権ぐらい取らせてくれよ!」言うてで <laughs> 別に FA 移籍するわけじゃないからとうん、えーうん、それは FA 権取っただけで200万のボーナスがそこにあって、はい、あそうだったんですか <laughs> その代わり成績なかったら僕すぐ引退しますから言うててあ<ー>、うん、そんな会話もあって、えー、もう今もっとうるさいやっちゃなとりあえずベンチ入れとったるわ、えー、敗戦勝利でも一生懸命投げたへえ いやでもあの今回の現役ドラフトの制度もそうですけれども FA 権のえーね日数の短縮とかえまあいろんなことをこうやっぱりこのオフっていうのは選手会は選手たちの権利を主張したいでやっぱ12球団のフロントはあの野党側は安くいい選手を長く雇いたいわけやんかこれって労使交渉でずっと話し合われてることで僕も選手会の役員をやったことがあって。 で日本ハムでは選手会長をやりました、はい、で選手会の役員もやったことあります、うん、労使交渉出席しました、はいうん。で、その時にいろんな選手の権利をねどんどん訴えてで時には折衷案取りましょうよとか時にはこれは譲れませんわ、うん、もうこれをずっと繰り返してるわけ、うん、でモデルケースがアメリカにあるから、はいうん、でも向こうアメリカとは事情が違うんで分かってますと人種の違いや合衆国とそして日本と うん、全然取り組む方も違う合衆国はどの国籍でもチームに入れるからメジャーリーグはね、はい、日本は日本人登録と外国人枠があるとそれでそんなん言われてもというようなお互いがごもっともな話、はい、である時海外進出がすごく出たよ選手たちが野茂、はい、さんをはじめそれを引き止めたいとうそういうことを歌うと世論を味方につけてそのまま出ていく選手が多かったのよでなのでそれを防ぐためにって僕がね これフれプエージェントの権利とかは日本のプロ野球でルール決めていいんですか、うん、って代表者の方に聞いたそうだなだ俺たちで決めていい部分もあるねっていうから、うん、まあだったら提案します問題、はい、一瞬選手会の人がドキッとした、はい、勝手に俺提案するもんお<ー>、うん、あの今9年ですよねっ FA と、うん、これはやっぱ長いのはもう皆さんもう分かってますよねと、うん、だったら FA で海外流出されたら痛いんだったら1年前だしで国内 FA 宣言 それで8年で海外の FA 権持つ前に FA 持っていく人もおったから、はい、海外に、うん、その前に複数年契約でガチッと捕まえたらどないでか<ー>12球団大江その人がいい考えだねあじゃあ岩本さんが手案して国内と海外で分かれたってことですか、えー、そう,そうあれ1年前倒し言ったの俺あすごいそうだったんですう言うてから3年以上かかったあそれでも3年かかったうん なんで岩本がそれを押しまくったかというと、F. A. がすぐそこにあったから。これ三年ぐらいかけた、もう潮時や。潮時。いや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 。手<時>がもうしても大変ボロボロやった。ねね、あれがもうちょう早い早めに、パン決まっとった、岩本もう、もう一軒家立っとった。<laughs> <laughs> わ<っ>、裏話やな。うん、いや、でも、岩本さんもそこに尽力されたと、もう一個裏話で言うと。<え>その時に、僕がパンって折衷案出したら。選手会側の弁護士がパンと俺を制した。 「ダメダメ」って声ちっちゃいなんであかんの?」後あとで説明します何言ってんねんとか聞いてたら選手会がやっといた弁護士さん名前は出さんけど話をまとめたくないねどうも<え>だから完全に勝ち取りたいわけ、うん、全てを8年にしたいわけ9年だった夢を前倒しの国内とかじゃなくて、ええうん、これまとまりそうやでまとめちゃダメあともう一つ弁護士屋さんは 戦いいたね喧もしいこれの主観やね勝手な主観主観じゃあまあ代理人とか弁護士とか入れればいいっていうもんでもない話はあるというほんであのインターリーグ交流戦も全部交渉のとこおったほんでプレーオフも全部あれ携わった案いっぱい出したはいうんハンディどうするのかねハンディ一生つけるのかとか僕一個言ったのは じゃあそれねプレーオフやるのいいですけどもし優勝したチームが他の5球団全部に勝ち越したら文句なし優勝でええんちゃうんですか<ー>それもいいね、うん、完全優勝っていうフラッグ作りゃいいやないですか、はい、そこまでアンダーしたんや<ー>そういうね面白みをつけたりとか、うん、日本で作れるルール作りまへんかとかいろいろ打ったよこうやって半ばそれをまとめようとする岩本いるから次の年から選手会の役員,員外された、うん、えっ <laughs> そうだったんですか でも岩本さんみたいにはっきりとこうものを言ってくれる人がいないとだから、まあ、そういう存在ででも岩本さんは、まあ、役員の時はあり続けたってことですよね、うん、何かおはず重宝してくれる人もいれば、えー、岩本すぐまとめようとするからとか言う人もねやのぱ中には。 でもあの、この現役ドラフトの制度も、うん、え選手会がこう、ね、要望してようやく実現したと制度ことですね。これからさらにブラッシュアップしていく可能性もあると、はい、いうことになりますね続いてのトピックスはこちら来年3月、エスコンフィールド北海道、いよいよ開業へ。 日本ハムの新球場を保有運営する株式会社ファイターズスポーツエンターテインメントは2023年シーズンに開業するエスコンフィールド北海道の観戦座席概要を発表しました最大3万5000人収容できフィールド上の試合とコンコースおよび外部のエンターテインメント要素の連続性を保つことでスタジアムの内外が一体となるさまざまな観戦を楽しめるということです またエスコンフィールドおよびその周辺の北海道ボールパーク F ビレッジでは飲食物やグッズの販売など全店舗がキャッシュレス化し現金は取り扱わないそうですはい聞こえはええこと連発やろう、えー、いやー楽しみですよねって新球場、うん、プロ野球の近代観戦型いやーまあこのエスコンフィールド北海道の開業が近づいてきたということになりますけれども、うん、まずキャッシュレス化はい これはもう今現金使うことある?。いや、ほとんどなくなりましたね。カードとかも携帯でピッ。はじめ不安やったやん。あの、まさに今日、あの現金持ってなくて、僕もあのもうキャッシュレス化でほとんど。あのお財布携帯というか、携帯使って、会計するんですけど。今日まさに、うちの社食で、ご飯食べようと思ったら、現金なくて。食べられずに、で、思わずあのレジのところで、あのこれ携帯で。 あの生産できます会計できますかって聞いたらいやできないんですあっていうことでれこれ砂山君、はい、今ちょっと MBS の赤っ端をしゃべってる <laughs> 確か<に>この世の中でキャッシュレスかなってないうのは MBS をさらけ出したね。 あの早くうちの社食もキャッシュレス化してほしいんです歌えよ歌えよそういうのは言いたいんですよカードもダメカードもあの一応プリペイドカードみたいなのは使えるんですけど、うん、あのそれも自分たちで現金で購入して目の前にあの自動販売機があるんで社食に、うん、そこでプリペイドカード購入してそのカードは利用できるんですよ、うん、プリペイドカードは何世代か前やからそうですよねかめっちゃ昔これ多分 思ってる社員多いと思いますキャッシュレス化してほしいっていう社員思ってる社員のせいにせんと金山泉の言葉でいかんかい,い,い,やいやこれはもう絶対もうええー。オールフルに使うからもういやですよねあの, <laughs> <laughs> あの山本さんもだって現金ってどうですか今使いますかほとんど ですよね。うん、ええ、あのー、町のコインパーキングぐらいかな。ああ、レバーそれでもクレジットカード呼んでくれるけど、うん、あの電子マネーも呼んでくれるところも増えてきたけど、はいまあールはね、ちょっとアノールに近い生産機が置いてあることが多い。<ー>小銭が多い。まああの確かにこう。 まあちょっとこう機械に苦手な方とかは現金じゃないとダメなんだという方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもやっぱりキャッシュレスってすごく便利で便利やな楽だなあと便利だけどいくら使ったか把握しなきゃダメやね、まあ,あそうですね、うん、えどん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 使っちゃう傾向にありも、ねえー、そうそう頭の中がちょっとボケちゃうわ、えー、言っちゃ悪いけどいやでもこの球場がキャッシュレスかすごいね<ー>うんまあそれだけ今度はそうスマホ端末が大切やっていうことは大切になってくる そういうことになりますよ。紛失しても被害があの最小限になるように。あのチャージ金額も上限決まってたりするやん。ああ、はい。ね。でも、あのクレジットカードのクイックでピョンって払うやつとかは。ね、登録してたら、まあまあ上限でかいで。ポイントもたまりますしね。なに。本当に便利な世の中ですよね。うん、まあ、そういう便利にしていくと。はい。それとね。観客が災害三万五千点なんか負に落ちる。 三万五千ちょっと少ないかなっていう感じですか,でいですかね。うん、近代球場で新しく作った球場なのに三万五千、うん。まあ東京ドームなんかは四万人以上はまあ入りますんで。うんうん、入るいや五万近く五万近くありますよね。うん、甲子園もまあ五万近く入るんで入る。うん。えー、でしょ？はい、京セラドーム買って一番上入れたら相当入る。うん、ね三万五千にしたわけ。あれだけ広大な土地に作った球場で、はい、なぜ三万五千？えー はい多分空席が目立ったら恥ずかしいからあえてちっちゃくするいいとこついているおなるほど違うんかなすごいかつってて僕も聞いた話よ一応ファイターズ OB としてほんだらもしかしたら3万キル球場だったかもっていうぐらいねえちっちゃすぎえまあでもそのねアグリメントでねいくら以上っていうのはあるかもしれないけどんかそんな話も出てなぜならば平均を見ると 万前後なんだもう去年までもでトピックスの試合で4万でも数えるぐらいなんだってあん。だったら3万5千にして3万弱ぐらいだと満員に見えるやん満員は何が起きるかというと選手のモチベーションがほんならパフォーマンスレベルが上がる成績が良くなる一層人は来る んでそのチケットにプレミアがついていく。この好循環を持むわけよ。どうよ、戦略やこれ、商売の。まあ空席がちょっとこう見た目で目立つよりも、やっぱりこう観客動員数が少なくてもぎっしり埋まってる感じの方が、そう。やっぱりそういうイメージをつけてね、ええ、すべてを好循環させるという狙い。その顧客席のウェルカムやけどね。もう分からんよ。僕も中に入って構造全部見たわけじゃないんで。 いやでも本当にあのサウナとかえホテルもあったりマンションもあったり多目的の施設がいっぱいあるボールパークだねそのボールパークもあれ世の中騒がしいのでありましたホームベースからバックストップまでの距離が60フィートないとこれはどうなんですかこれ僕ね規則委員なんですよ実はね見たいですすごいポリアキュー12球団のあのいろんな有識者が集まる 規則委員会っていうのがあって、はい、その規則委員の一人なんですよ<ー>数年前からほんでね僕はそこで発言させてもらったこと、まあ、リモートでしか出席できなかったんだけど皆さんにまずファイターズ OB という色眼鏡は外してくださいと一、はい、人の規則委員として発言させてくださいとでここ時系列コミッショナーの発言からほんでファイターズがアグリーメントを損なったらどうのこうのバーッとアグリーメントっていうのは承諾承認やね、はい、それをパリーグの,その各球団に あの球場を作る際に行ったので、こういうサタが降りたとか。あのそういうのを見てきました。ちょっとあれ、競技委員長の方が。岩本君、みんな分かってるから、それ割愛していいよ。それはありがたかった。あ,あ、じゃあ本題に話してもらいますと。ファイターズが球場を作る時に、いろんな確認作業を怠ったのは事実。うん。で、そこにサタを下す。これは実行委員会でやってもらうこと。十二球団代表会議なのか、プロ野球パリ。ーグ実 実行委員会なのかセリーグ実行委員会129団実行委員会分からんこれは僕たちが出る幕じゃない、はい、そちらの有識者でやってください、はいはい、ねでも僕も混同仕掛けなんだけどずっと腑に落ちなかったことがあの規則本の中に歌われている文言英語、うん、ねレコメンデット、はい、どういう意味推奨でしたっけね、うん、推奨推薦おすすめしますよ、うん、っていうことでしょ、はい、でも何十年か前に和訳した時に 60フィート以上必要ってなったのよ1、うん、8ル2 2 8かな、はい、以上必要って書いてたのほ、うん、んでね僕も数年規則委員会出席させてもらっててある人が和訳すると誤差生まれるさ、うん、英語も聞いててさ、はい、和訳した時にこの人はこんな表現やけどこの人はこんな表現じゃやっぱ生まれる人のニュアンスやんか、はいうん、そして僕も参加してて解釈の変更は今まで幾度もあった。 うん、だったら僕は今回「ファイターズ OB 抜きよ」うん「レコメンテッド」って歌ってる「レコメンド」っていう言葉があるのになぜそれが推奨じゃなくて「必要なんですか」「どこに「ニード書いてるんですか?うん「ハフトゥーありますか?うん」そうしなければいけないとか「ありませんよね」と。ほんである人が「でもその時に和訳した人は何かもう1 8ル必要な事情があったんだろう」と。うん、それファイターズは 1 8ル必要と日本語で歌ってる部分を守らなかったことにやっぱ比はあるとそれ実行委員会の話です、うん、それは分かりませんと、はい、でもこれルール委員会貴族委員会でそれを改めましょうの会の時にはこの言葉はやっぱりみんなでちょっと議論したいと、うん、英語のテストやったらこれペケですよって話あ<ー>やろう <laughs>、うん、でその時の人がニードあの必要としたかもしれないけど今現在誰が見ても推奨ちゃいますかと。 俺それ押しほん,<ー>んで僕が言ったじゃあ1 8ル以上必要な根拠教,教えてくれって言ったらないね誰も答えられないいやそうですよねそこですよね、うん、なんで1 8ル必要なのかそうん、選手の立場からするとどうなんですか<う>ピッチャーから、あのー、の立場で1 8ル後ろにないとやっぱり投げにくかった実は投げやすい投げやすい投げやすいあ近い方が投げやすい目標固定された目標物が近くの方が投げやすいああ じゃあ、うん、バッターかかかららららししたたどうですババッッタターーちょっとも,バッターもファールすぐなるからラッキーじゃないるじゃあキャッチャーからしたらどうなのかとか,なんかど僕もちょっとまあ分からない部分あるんですけど野球は、ね、やりやすくなるんだわ<ー>実は、うん、ほんで僕が言ったのは、はい、僕はマイナーリーグでも経験しましたメジャーの野球も見に行きました、うん で実際メジャーは1 8ルない球場だらけなの3十球団中28かな、うんはい、ほとんどですね、うん、でしょでそ,れもそれで試合が行われている160試合で行われているその実績があり何ら問題ないと<ー>、ね、でそういうこともありますと、はい、で言っていて僕の感想はファールグラウンドが、まあ、札幌ドームと比べてあれだけ狭くなると、うん、今まで規則委員会とプロ野球が務めてたこと、うん、試合のスピード化、はい、ね だから申告敬遠とかいろんなルールが加わっていったでしょ、どうな、何を言うてるんですかと、球場のサイズ狭いと、はい、ベンチと選手のコミュニケーション、圧倒的にスムーズだと、<ー>何よりもアンパイアとベンチのコミュニケーションが圧倒的にスムーズで、試合の展開がめちゃくちゃ早いとお言ったの <laughs>、まあ本当にまあ、おおよその人、うなずいてだよ、まあ。距離が近いわけですからねそう、メリットがこんなにあるのに、<laughs> だったらこれを機にね、 ファイターズが実行委員会でちょっとミスがあった、認めた、謝罪もした、はい、それはそれでも、サタをやってくださいと、でも規則委員会としては、このレコメンデットという言葉をしっかり和訳して改めましょうと言ったん、はい、実績がある、アメリカで。<ー>ほんなそのじゃ何でもアメリカに合わさんでいいと。 いや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 だったら国際ルールかなんかやめようぜってなるよ。だって経営とかあのコリジョンルールとか、全部あのアメリカに合わせてルールを変えてきたわけだから。そう、これ会社の変更してきたわけやろ。なんでこれだけダメなんだになったわけよ。そうなりますよね。なった。で、俺リモートで失敗したなと思って。はい。まあちょっと仕事の都合でガレンだったんだけど、俺そこに行っとけよかった。ああ、リモートだとちょっと伝わりにくいっていうところもね。確かに。根拠がない。はい。実績がある。うん。 ほんであの安全性も何ら問題ない、はい、ほんで昔よりもバックネットの強度とかも強いんなんか問題ありますかっていう話これは僕の個人的な意見あ僕もあの個人的な意見で一塁、うん、側のファールグラウンド三塁側のファールグラウンドどんどんこう狭めてお客さんの数増やしてるのに、うん、なんでバックネット裏だけその距離保たなければいけないんだろうなでもねフェアグラフからベンチまでの距離もなんかあんねん。はい あるんですかあんねん一応あんねんでもあのー、レフト側とそのライト側の、うん、フィールドシートどんどん作ってますよねうん、うん、作ってる作ってるどんどんファールもあ,あるんすあるんですか、うん、でもほとんど水晶やね<ー>外野の両翼もセンターも水晶の域やんいやあちょっと違うあの英語使ってた うん、だってあのね、えー、レフト線ライト線のもう奥の方とかほとんどファールグラウンドがないようなところもあるじゃないですかフィールドシートで、うん、だからそういうふうにフィールドシートをどんどん作ってるんだから、うん、別にバックネット裏だって少しぐらいこうファールグラウンドみ小さくなったって、うん、これ何ら問題ないんじゃないかなっていうほんなら甲子園と東京ドームなんであんな広さ違うんやとそれが OK ゃないかだっていろんな球場があってやっぱり面白いわけじゃないですか、うん これはこっからは僕は基礎金じゃなくて個人的な意見ね、うんはい、そうやってメリットがこれだけあるのにかたくなに1 8メートルを守らなかったであのアグリーメント、はい、あの承諾などを得る段階を踏まなかった、はい、それはそっちでやってもらっていいんですけど、うん、それを混同しすぎて、うん、もうレコメンデッドは推奨ですよと、はい、う強く言ったの。 だからまあ大前提としてファイターズにもちろんは日はあるところはあるけれどもうん、うん、それはそそちらでやってください、ねまあその問題は別で、うん、改めましょうって言ってて言そういうことが起きたからこれ分かったことであって、はい、こっちはこっちで改めましょうよとうん、うん、それとねもう一個市場で言ったの「はい、世界一のボールパークと歌い世界の、ね、いいとこ取りの球場ができましたと」と、はいうの95%できたと、うん、そこにメスを入れる。 一生誘惑つきの球場にしますかと <laughs>、うん、プロ野球関係のこの有識者の人たちの判断で一生いくつきの球場にするんですか寛容になれませんかってこれはファイターズ OB として言った、はい、でも本当に川谷さんも球場に行ってこうより選手に近い方が選手の臨場感とかだって汗とか見える可能性だってあるわけですよねか会話とかもねだからそういう本当いろんな球場があっていいと、うん 思いますし、まあ、もちろん本当にファイターズがそういう確認作業を怠ったっていうことはもちろん悪いね悪かったことではありますけれどもあ、うん、そ,それは12球団実行委員会ですね、えー、代表者会議で罰金でも何でも、うん、今後これほうれん草の義務を怠ったらあきまえんでっていうようなことやりゃいいし、うんはい、でも球場はねこれはもう海が出たところで、うんうん、でもプレーには問題ないと、はい、だからもうその規則ブックねこれ解釈の変更は、うん、考え直すことはよ。うん ですね、住む話やん。いや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 、関西のタクシードライバーさん、<直>みんなめちゃくちゃうなずいてくれてるじゃん。なだから、個人的な私もね、もねい,いろんな人いる中でね、うもうその新しい球場に、ミスを入れるという条件をつけるのは勘弁していただきたいと、これはもうファイターズ OB としての意見でもありますったら、同じ意見の人いっぱいいた、<ー>そうは本当はしたくないと んか素人の意見なんですけどやっぱ日ハムで今新庄監督バンって出てるじゃないですか新庄監督の一声で何か変わるとかそういう問題でももうもはやないんですよねじゃなないねんか言ってよみたいなでもファンフェスティバルの時に「お探ししてすいません」って言ってたよファイターズガールが言ってもだめですか聞いいてあげたねファイターーズガルががダンス踊りりならっもですかやぱ え流行の対象にもなりましたけれどもね、うん、まあそのあたりどうなっていくのかということですけれども、うんえー、キツネダンスで思い出しましたけれども、山本さんあのー、結構キツネダンス踊ってましたよね、えー、今シーズンですか、踊ってましたよね。あれはロシア語で書けないの？えー、あ,あの羽、ー、根、釧路、はい、の球場、はい、日没コールドゲームになった時に、まあ放送事情でというか放送席がまだわけやん。はい、もう放送席ばっかり映るのよ。お、うん、ななアナウンサー。 アナウンサーであのー、スポーツアンカーの近藤裕二とキツネダンス覚えたかという話な <laughs> あれ毛づくろいやで <laughs>、腕をこう刺するようなそう、えー、体洗ってるみたいな感じですよね。の<う>、えー、あの近藤裕二がやったらなんか町の銭湯で体洗ってるみたいな。<laughs> <laughs> こすって <laughs>、えー、くそんなったで、はい、えー、来シーズンもエスコンフィールド北海道で、キえ、きダンスは見られると、はい、いうことになりますね。はい、はい、以上、岩本勉のセカパカトピックスでした。さあ、お送りしています。岩本勉のレディオマイドナはい、えー、メッセージたくさん頂戴しております。ご紹介してまいりましょう。はい、八尾市のラジオネーム、隣のすずめさんですかね。ありがとうございます。お気に 八尾市といえば、天童義美さんか、岩本さんか、というくらい、岩本さんは八尾市民の誇りです。お,おもろい中にも、ビシッと意見を言ってくれるのを期待しておりますよーと<ー>。いただきました。<ー>もう八尾市民の代表というか、まあ八尾出身者でいうと。岩本さん。ーいや、もう何を言ってますの。えー、これ隣のすずめさん。えー、これ俺の甥っ子や。え。 そうなんですね。嘘ですね。ええ <laughs> の反応良かったね。<laughs> えってなりましたね。この前肯定してくれるからテレ隠しで言っただけや。天野寿心さん会いたいわちょっと。MBS の力で合わせてくれあ。あのこの前弊社の四チャンテレビに、うん、出演していただきましてそういう時ブッキングしてよ。ああやっぱりお会いしたいですかあの天野寿大レジェンドですよレジェンドの方。うん、もうね。 一緒に歌なんか答えたら俺もうしびれ倒すわもう天童よしみさんが大阪の八尾に豪邸を建てたという話を聞いて俺も八尾に家建てるって頑張れたんやもんそれを伝えたいのよ豪邸とはいかんけどもいやちょっと家建てたわ MBS にあの天童よしみさんがいらっしゃる際は山本さんにご連絡します俺飛んでくるでマジ俺大好きやから お会いしたことないね。あ、そうなんですか。そう。なんかやおの会とかないんですか。ないない。あ、ないですか。うん。ええ。桑田真澄さんも忘れ年度ウイダ桑田真澄さん。西山修司さんも忘れ年度ウイダあとはジミー大西さん。つ忘れ年度ウイダすごい。この辺りはやお出身ということで。カタカタですよ。ええ。はい。では次のメッセージいきましょう。千葉市ラジオネームアスリートマナブさんからいただきました。ありがとうございます。 岩本さんに質問です今シーズンのオフは中日がトレードを盛んに行っていますがこれまでの動向をどう見ていますか入館どうなるんでしょうかといただきました確かにこれね俺この間税務大学校の人にも言われた中日のトレードが盛んですけどどう思いますかこれはねチームを変えようとして辰波監督トレードで獲得した選手が活躍だけじゃなくその選手がチームの中にどんなスパイラルを起こすのかということケミストリー 価格反んのよ、夏かずが流行ってる、流行ってる、全然歌詞違いますけれどもね、でもこれ、大型トレードというか、ビッグネームのトレードですよね、中日の阿部選手と楽天、強打なんて出ると思ってなかったやろ、中日、強打選手、ベイスター砂田選手、交換トレード、ほんで、マスター、阿部とその枠やろですね。 これでも本当野手2人を出してピッチャー2人を獲得したって、うん、やっぱりピッチャーを取りたかったピッチャーを強化したかったっていうそういう思いのあの味のあるピッチャー36歳のベテランと27歳の脂の乗ってるピッチャー左ピッチャーを取って、はいっそ、えー、伸びてほしいピッチャーがいるんやろうね。相乗効果的、うん、ほんで阿部にしかり京田にしかり、うん、出された感強いけど欲しがられたんやと思うよ。あ でもそこの空いたスポットは若い選手が貪欲に取りに行くので相乗効果生まれるチーム内活性化を生みたいという狙いやねいや京田選手には頑張ってほしいなって思いやるんですよねキャプテンマークつけてなかったつけてなかったっけ新人を取られ石川県出身で石川県出身私も石川県にいたのでその新人を取った時わーってなったんですけどちょっとねなんかうんって 名前がね聞こえなくなっちゃう。マコさんはスーパーギオンやな。新人を出た時にわーってなったんだけどその間うーん。なぜ聞いてる人う？何のこじゃわからないんで。なねなんか活躍ができなくなってしまったってなんか生々しいからちょっとうーんって言っちゃいました。素晴らしい。で最後に知らんけど。って知らんけど。あれ流行語大賞ノミネートっていうかまあトップテンになりましたけどジャニーズ WEST。 やろう歌ありますね、うん、なんやかんや知らんけど知らんのかーって歌中に作る、ね、<laughs> そこかんですかいやそこ じゃからそこからじゃないけどそれをきっかけになのか若者がよく使うようになって関東エリアでもめちゃくちゃ使われるのいやだからあの関西エリアで仕事してるともう日常茶飯事じゃないですか、うん、もう普通じゃないですか知らんけどでも、うん、だからなんでこれが流行語なのかって最初そういう、うん、みたいななありますよ、ねね、アンパンクで牛乳飲んだうまいで知らんけどあんなのもん実際おいしい宮本さんだってもうだってね、うん、子供の頃から使っていたわけです使ってたよか、えー、ら知らんけど <laughs> 電話でんなわけないやん <laughs> えなので <laughs>、出ました、はいえー、中日が大型トレードをしたということですね。では次のメッセージ、しょうか愛知のきしめんこさんからいただきました。はい、ありがとうございます がんちゃん金山アナまこちゃんこんばんはこんばんはがんちゃんにお聞きします<い>来年6月旦那と2人で阪神対日ハムの交流戦を見に行こうと計画中ですうん、うん、新球場新庄監督初めての北海道に今からワクワクしていますがんちゃん交流戦と北海道の楽しみ方を教えてください、はい、72歳と67歳の虎夫と虎子です10年ほど前沖縄キャンプの時に金山アナと挨拶しました<お>とっても素敵でした最高あ,ありがとうございます ありがとうございますあのね<え>もうまず6月、はいえー、愛知県だと「暑い」の上に悪い言葉をつくぐらいや、うん、クソ暑かったり蒸し暑かったりもうジメジメして,ししてそう迂回、えー、指数でいうとマックスよそれが北海道降りた瞬間に、うん 快適になるどっかエアコンの効いている建物のドア開いてませんかっていうような風が吹くの6月ぐらいやったらじゃあちょっと夜とか寒いぐらいの上着いるよあいりますかの蒸し暑い時も何日かあるけど大体は風が冷たいのひんやりほんでそこでねやっぱ海の幸食べたくなると思うまず空気をたくさん吸って ね、過呼吸りにならない程度に空気のおいしさを感じてください。いいね、まずは空と海鮮もの食べたくなります、うんはい、でもこれはっきり言わしてください海鮮もの上等のやつ全部都に行きますから東京大阪にみんな行くでしょ言、はい、うたら名古屋にも行くわ料亭とかに。うん、ね 名古屋の名古屋湾の近郊の魚たちもうまいやんひまかじまに行ったらタコもおるよう知ってるやろタコつボおいよさってやね畑のもの畑野菜。畑のものは例えば大阪やったらもう関西エリアで済ますこと多いやん確かに多いよその土地のものもんで関東エリアやったら北関東とかその畑で済ますことが多い北海道の畑のもの芋トウモロコシ でも米にしかり、そばにしかり。そう、大地の恵みを十分に反映されている食べ物食べたときに。また北海道に行こうとも。大地の恵みを。いただいてください。金山君もなんとか札幌行ってでしょう。はい、行かせてください。ええー、でもやっぱりあの海鮮海の幸。行くやろう?。はい。多いですね。せやろう?えー。でも今何とか、あの。 イオンかどっか行ったらフェアとかやってるやん北海道物いろいろありますよね意外と畑のもん少ない確かにもし北あかりとか芋売っててもあんまり買わんわ札幌きっていう玉ねぎも知らんやろ玉ねぎあんまり玉ねぎとかまあもちろん生産されてるとは知ってますけどゴロゴロしながらカレーにゴロゴロしたやつ入れてみどんだけ甘くて美味しいか第一の恵みを味わってほしいな私来年の2月に あの新婚旅行で北海道一周するんですよ。冬でも大地の恵みあるある。野菜をな、うんぼでもある。えっと野菜も探してみ。えっと野菜。うん雪の下でずっと寝かしてる甘みが増した野菜とか。土の中に。そ,ううそれぞれの土地で工夫されてる大地の恵みがいるんだわ。うん、あとお肉ねジンギスカン、うんうん、ラム食べてみ。 肉食べて、じゃあこのね、しめんこさんも愛知から行って、新旧みをできる北広島市、これは空港と札幌市のちょうど間ぐらいですよね、これからだから、どんどん栄えていくって感じなんですかね。道路もね、どんどん区画整理で広くしてるし、新駅も作るために、区画整理や工事も行ってるから、すごい変わっていくよ。 まあこの辺りも楽しみということになってまいります、はい、ではもう一つではご紹介させていただきます、はい、埼玉県埼玉市ラジオネーム伊手前防衛さんからいただきましたありがとうございます<お>岩本さんの日本シリーズの MVP は宇田川選手がいいという意見は同感ですし埼玉県人としてもぜひ取って欲しかったです 宇田川選手の卒業した八潮南高校は県大会で3回戦4回戦まで進むが惜しくも敗退してしまうような学校そんな学校の卒業生が日本最高峰の舞台で MVP なんて本当に夢のある話だと思います あえて選ばなかったのは宇田川選手と同じような活躍をした山崎総一郎選手やワゲスパック選手にも MVP をあげなければいけないという部分を配慮したのかと思いました、うんうんうん、美しくまとめるないてまいボーイさん、えー、どうなんでしょうあれは完全にエラオー杉本のあたりをエラーじゃなくてヒットと勘違い,しい人が MVP にしたんじゃない<ー> <laughs> <laughs> 俺はそう思っちゃったうう投げ手としては宇田川だったのよ 山崎総一郎が輝いたのも宇田川、えー、特に京セラドームの、えー、第4戦ですかね<う>、えー、一体例になったはい。えー、山岡が早場を降りてた、はい、あれは宇田川、えー、宇田川は前に投げてた先発ピッチャーも輝きを改めて表すようなリリーフをしたし、はい、後続のピッチャーにマウンド上がりやすくして、えー、本当の意味でストッパーとしてそこで試合の流れをせき止め仕事をしやすいようにしたんだ、えー、あれがあったからオリックス優勝者や、えー だって三振を取りたいという場面だったんでもうあそこを思い切って変えたって中島監督、うん、監督が、ねえー、三振取ってきてくれっつって三振取れるピッチャー何人おるかっていう話ですすごいですよねそう考えるとそう、えー、宇田川がいたから宗一郎が輝いて和月、はい、パックが投げやすかった<ー>先発ピッチャーも早々降板やけどもそうは思わせなかった序盤から飛ばしたピッチングだったね美談に変えたのは宇田川、えー、宇田川です。 宇田川選手の。納得やろう。真さん、ね。その通り。俺、元野球選手や。やわ <laughs> かってますよ。<laughs> すよ頼む。これ、宇田川選手に、その声って、届いてる。いや、これはね、解説者の意見、届こうが届かまいが、いいんですよ。うん、ああ、そこはもう、関係ない。うん、届いて。<laughs> <laughs> 声聞こえたいやもっっと頑張ってくれそうやん、うん、それはねなんで俺ほんで宇田川の名前よく出したかというと彼が育成から支配かなって、はい、一軍に上がってきたところ見ててん<ー><ー>ほんだら45球投げる間に汗ボッとボト,ボト緊張やろな、うん、アドリナリンでいうとマックスのマックスやったと思う。うん 脈拍なんて160ぐらい打ってたんじゃないかな、うん、それが見て分かったわけ、うん、それでもちぎって投げて思いっきり投げてる宇田川を見て胸を垂れたのよ、うん、アウト重ねろだんだん場面が変わってきて、うん、自分というピッチングをみなが理解してくれるぞと思ってたらあれよあれよとなったわけよ、うん、だからああ、だってもともとは育成契約だったら入団どうしようかなっていうようなことも考えていたピッチャーがオリックスに入団してこれだけの活躍をした、うん、ねえ 来年勝負やね3年活躍して一流って言われるけども2年目もう,もう2年目がないと3年目なんかないから、うん、はい、えー、皆さんメッセージありがとうございましたさあお送りしてまいりました「MBS ベースボールパーク日曜日岩本勉のレディオマイドなあっという間にお別れのお時間」ということになりました番組では皆さんからのメッセージお待ちしています、はい、岩本さんへの質問はもちろん番組への感想など何でも結構ですメールは パークアットマーク MBS 一一七九ドットコム、P A R K アットマーク MBS 一一七九ドットコムまでたくさんのメッセージお待ちしています。え次回の岩本ストーのレディオマイドナは来年一月二十二日日曜日です。えー、岩本さん、川谷さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。マイドに来月もどうぞよろしくお願いいたします。ないない。はい、え皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは。 さようなら